どうですか、気持ちいいですか。ちょっと気持ちいい。いいですね、いいですね。どうですか、リーさん。リーさんどうですか、はい、凝ってますか、彼女は。なんか2丁目の匂いがします。2丁目の匂いってさ、さっき2丁目通ってきてなんかマッサージしてきたからでしょ、それは。いいっすね。なんでそんなに疲れてるんですか。ところで、なんでかな、ソファで、ね、ソファで寝てるからですか。疲れることしてるんですかね。暇だったら疲れるよ ね。何人飲んでらっしゃる。ソファで寝ちゃうのが良くないのかな。ソファで寝ちゃうんすか。それは良くないですね。そんな大きなソファで寝てるんですか。いやそんなことない。そんなことないですよ。3人掛けぐらい。いやいや、そんなことですよ。普通2人掛けのソファ。2人掛けね。そうなんですか。ダメじゃないですか、寝坊してこっち。寝坊しが良かったらしい。寝坊してて、掃除してなんかやってる。ちょっと寝ちゃったんですね、家帰って。ソファで。ソファで。座るところもないからなんかね、嬉しいとかね。とんでもないですね。今はもう本当にいろんな催しで。来週でございます。コリコリでございます。コリでございますですよ。でも。コリコリでございます。映画たくさん見てる割には、お父さんの映画を磨いて見てない。見てない。テレマイルお前見てない。全然勝負してない。お父さんはね、このセリフがいいよね。このね、セリフの言い回しの、おぼつかない先輩方をこういう場合で指導するように。口が開けっぱなしで、放心状態。すごい。ここでバイトすると、こんなこともしてもらえます。違うか、違うか。まあ、それはまあ、聞いてくる。よだれじゃない。